はいどうもめチャンネルです ANA とですねジャルさんがなんとね本日7月の6日からですねタイムセールを開始いたしました消費者としては非常にね嬉しいですね ANA さんの方はですね国内線、国際線ともにタイムセールを行っておりましてまあ、ジャルさんがですね追従するような形でなんとね同日同じ時刻からですね 国際線のタイムセールを開始しておりますので、その内容についてですね、一緒に見ていきたいなというふうに思います。初めて私のチャンネルをご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報の見逃しがないように是非、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ではね、どれだけお得なのか一緒に内容を見ていきたいと思います。行ってみましょう。 はい、それではですね、こちらが ANA さんのホームページとなっております。まずはですね、国内線航空券のタイムセールということで見ていきたいなというふうに思います。ウェブ限定、今年はみんなが動く、ANA で旅に出ようということでございます。まずですね、こちらのタイムセールの概要でございます。販売期間が本日2023年7月6日木曜日の0時からもう始まっております。7月の12日水曜日の23時59分までとなっております。 搭乗期間がですね2023年9月1日金曜日から9月30日土曜日の9月が対象搭乗期間となっております。対象方面が北海道、東北、北陸、関西、中四国、九州、沖縄などの路線便限定というふうになっております。早いほどお得ということで,ですね、まあ、このように、ね、出ております。羽田からということでほとんど、ね、出てますけれども、羽田、札幌間が、まあ、1万円から、まあ、最安を、ね、ぜひ、ね、見つけていただきたいと思いますけど、まあ、ちょっとずつね あの最安がなくなっていっているような状況ではないかなと思います羽田伊丹につきましては8000円から羽田福岡が11000円羽田沖縄那覇が12000円から そしてね、羽田大館の城が9000円から、羽田小松8000円からということで、私個人的にはですね、先日ね、6月18日に開業いたしました、ヒルトン沖縄宮古島リゾートさんにもう一回行きたいなっていう気もしますので、羽田宮古館が1万4000円からでね、9月、まだまだプール入れるね、え、時期に行けるっていうのは非常に嬉しいかなというふうに思いますね。 はいということでまあ、国内線はねいろんなところ、まあ、これ羽田便からということになってますけどぜひねあのお得な便を探してみていただければなというふうに思いますはいでこちらがですね ANA さんの国際線航空券海外ツアーのタイムセールということになっております販売期間が同日ですね7月の6日の木曜日0時からもう始まっております7月12日の水曜日23時59分までとなっておりまして 国際線航空券海外ツアータイムセールということでですね世界行くなら ANA ということでやり文句になっております。 はい。ということでね、こちらの特設ページの方に飛んでまいりました。まあちょっとね、いろいろありますけれども、概要を見ていきたいと思います。はい。販売期間が2023年7月6日木曜日0時から2023年7月12日水曜日23時59分となってまして、設定期間がですね、2023年8月下旬から2023年11月末までの、えー、登場期間というふうになっておりまして、一部方面ではね、えー、対象期間が異なりますので、ご確認していただければなというふうに思います。 おすすめポイントなども出ております。お得な ANA 国際線プロモーション運賃を限定販売いたします。燃油サーチャージ込みで5万円からお得な運賃を7日間限定で販売いたしますということですね。でポイント2、人気のハワイとか東南アジア各都市もお得に、ホノルール域が7万8000円から。 グルメショッピング、エステを楽しめる人気の東南アジア各都市もお得になってますよということですね。そしてポイント3、スペイン行きもなんとね、燃油サーチャージ込みで13万円からという価格設定になっております。これは非常に嬉しい。マドリードとかバルセロナとか行ってみたいですね。えー、スペイン、バルセロナ、マドリード行きも燃油サーチャージ込みで13万円から、ニューヨークほかアメリカ行きも設定がありますよということです。 はいでこの通り対象路線運賃額とありますけど運賃設定が5万円がで、ね、えー、上海だったりとかホーチミンとかハノイいいですねはいまあ、期間がですねこのように8月の24日から11月の30日までということになっておりますねでこれ搭乗クラスですね国際線の予約クラスが K クラスとなってますので プレミアムポイントとかマイルの積算につきましては30%ちょうどね、先日動画にアップさせていただいておりますけど ANA さんがね、国際線のプレミアムポイント2倍キャンペーンを7月の1日からですね、年内いっぱい行うということの発表がありましたのでこれをね、適用していただいたとしてもですね、国際線の予約クラスが K で積算率が30%ですからプレミアムポイントにつきましては倍になっても60%と。 いう形になります。す、まあ、ざっとですね、プレミアム単価につきましてですね、あの計算させていただいてます。表などは、ね、作ってないんですけども2倍になったところを見てもですね、やっぱりプレミアムポイントの単価としましては、まあ、10円を超えるぐらいという形になりますので今回のね、このタイムセールを利用してステータス修行を行うっていうのは、まあ、あまりお勧めはしません。もう本当ににね、行行きたたいいいところに行っていただいて、だ、えー、プレミアムポイントも、 まあ、あわよくばね、ちょっと多めに稼げるというぐらいのね、認識で、えー、していただくのがよろしいかなというふうに思います。それであればね、えー、普通にデリーからサンフランシスコとか、クアラルンプールからニューヨークとかをね、まあ、40万円とか45万円ぐらいかかりますけど、発見していただくことで、プラチナステータスをね、獲得していただいて、スーパーフライヤーズカードをゲットできるというふうな考えの方がね、よろしいかと思います。このね、えー、タイムセールを利用して使行するっていうことはお勧めしません。 はいそしてね続いて運賃設定7万8000円の地域、これハワイがあるのが非常に嬉しいですね。はい8月の24日からこれも11月30日までですねはい搭乗、えー、クラスがまあ K クラスとなりますので積算は30%ということで,です、えー、ハワイ、バンコク、シンガポールが7万8000円、はい、そしてねクアラルンプール、ムンバイ等も7万8000円ですね。はいなののでまああムンバイとかにね、あのー 安い料金で行っていただいて海外発見でね、えー、国際線修行、えー、ステータス修行するっていうのほ、まあが使い道としては非常にいいかもしれないですね。で運賃設定10万円シドニーデリージャカルタが。 これも8月の24日から11月の30日までという感じですね、はい。このデリーとかを利用するっていうのもいいかもしれないですね。これは修行の観点の話ですよ、行きだけね。はい、そしてね、運賃設定13万円の地域がバルセロナ、マドリード。これ、ネイルサーチャージ付きでね、往復で13万円というのは非常にいいですね。まあ、ただね、気をつけていただきたいのがこちらにも記載がありますけれども、えー、航空保険特別料金であったりとか、現地の空港税などは別途ね、かかりますので、ご承知おきください。 そして運賃16万円の設定のところがニューヨーク、ロサンゼルス、シアトル、ローマ、ミラノ、パリ。あパリも入ってるっていうのはいいですね。16万円か。いや、すごいですね。ネイユーサージャー 込みですからねこれはね非常に激アツだなと思いますので是非ね皆さんあの日程チェックしていただいてね、まあ、この最低価格で取るのはもうね至難の技かもしれませんけどまあ近しいね料金で海外に行けると考えていただければ非常にお得なんじゃないかなというふうに思います。 はい。そしてですね、こちら JAL 国際線タイムセールということでね、これね、今朝気づいたんです。まあ、突如ね、まあ、その時私もチェックすればよかったんですけれども、JAL もね、ANA さんに追従するような形で、まあ、元から計画していたのかもしれませんけれども、えー、国際線タイムセールということで発表してございます。えー、国際線航空券がですね、乗り継ぎ運賃なら日本国内空港から乗り継ぎも追加料金なしですよということでね、書いてあります。対象方面、ハワイ、グアム、東南アジア7を除く。 インド運用には条件があります。詳しくは各種運賃規則をご確認くださいということで整理期間がですね、AN、A さんよりちょっと長いですね7月の6日木曜日0時から7月の13日1日長いのかな23時59分ということで8日間ございます。 対象登場期間がね、7月の6日木曜日のね、同日ですね、セール期間と対象登場期間がね、えー、7月6日0時から2024年3月31日日曜日のうち、路線ごとに特定する期間で、まあ、対象外のね、えー、時期もありますので、まあ、予約確認していただいてですね、あのー、予約が取れるか確認していただくのがよろしいかと思います。はい。 で、こちらね、ピックアップということで、まあ、特におすすめということですね、えー。東京、大阪、名古屋、ホノルル行きということで、7万7千円から、ちょっとね、1000円ぐらい安いのかな。やっぱりね、強行してる。これはね、消費者にね、あの嬉しいです。どんどんね、あの競争し合っていただいて、えー、安いね、運賃を出していただきたいなっていうところですね。えー、バンコク行き8万7千円。そしてシンガポールも8万7千円。シドニー、メルボルンとかも10万円。はいえー、バンコク25万円。 バンコクなんか高めですね。あ、でもビジネスクラスなのか。なるほど。いやー、こういうのもいいですね。シンガポールもビジネスクラス25万円からという形になっております。まあ当然ね、その他今これピックアップですけども、あのハワイであったりとかですね、はい、グアムだったりとか、こんな料金。そしてヨーロッパもございます。えー、ロンドン、パリ、フランクフルト、ヘリシンキが16万円から、メルボルンとかが10万円、ビジネスクラスだと38万円。 えー、そしてね東南アジア、インド方面ですね。はい、えー、バンコク8万7000円。これはねエコノミーですね、えー。ビジネスだと25万円。シンガポールが8万7000円でビジネス25万円。えー、クアラルンプール9万6000円。ビジネスクラスで25万円。ビジネスクラスは大体25万円からみたいな感じですかね。ジャカルタが9万9000円。ビジネスクラスが25万円。はいマニラが7万7000円。ビジネスクラス20万円からと。あとはダナン。ダナン一部除くとありましたが、まあ、このようにね下の方に。 対象の、ね、期間だったりとかが、ね、記載がありますし、予約期間も、ねあのー、行き先によって異なりますので、7月の20日まで、ね、予約できたりしますから、ここら辺は、ね、チェックしていただきたいなという,ふうに思いますし、結構、ね、先の予約、これダナンのです、ね、エコノミークラスだと10月31日までよとかってありますけど、ビジネスクラスだと、ね、今年度いっぱい、2024年3月31日までの予定で、ね、予約取れたりしますので、まあ、非常にいいんじゃないでしょうかね。 そしてね、東アジア、香港であったりとか、はい、ソウル、台北などもございますので、まあ、近場でね、サクッと旅行に行くっていうのは、台北4万7千円とかね、まあ、もうちょっと探したらね、安いのあるかもしれませんけど、まあ、でも安心のね、JAL さんとかで行けるっていうのは非常にいいんじゃないでしょうか。 はいで運賃規則ね、ねこのように見ていただいて、ですね基本的にはね予約変更不可ですし、払い戻しも不可となりますので、これね、気をつけてくださいね、もうタイムセールは、もう基本的にはこういう設定だと思っていただければと思います。 はい、いかがでしたでしょうか。が、まあ、でで、ね、しさせていただきましたょうまあ ANA さんの方でですね国際線のプレミアムポイント2倍を利用して、えー、ステータス修行をするっていう観点で言うとですね、まあ、お得にね、えー、ステータス修業ができるというものではありませんがもうやっぱりね安く行きたいところに国際線もしっかり国内線も利用できるっていうのは、まあ、ANA さんで。 ございます。JAL さんにつきましてはですねやっぱりね ANA さんよりちょっと価格設定ね安めにね、あのー、設定されてるところも結構ありますので国際線にかあの限りますけどね、えー、国際線では。 JAL、えー、さんだったりとか、まあ、うまくね、えー、両方ご活用していただいて、少しでもですね、お得に皆様の、えー、海外旅行であったりとか、国内旅行のね、えー、航空券が取れるように、えー、ご紹介させていただきました。まあ、実際私ね、海外一人だったら行きたいけど、家族でってななかなかね、今、ハードルはちょっとね、料金的に高いんですけど、でも安い。うん 悩まましいいところでございます9月ぐらいがね非常にいいなという感じで考えててですね今海外だとなかなかなと思ってたので宮古島かなーなんて思ってたんですけどちょっとね今の料金を見るとですね、えー、海外もありかななんてちょっと思い始めてきましたので私もですね JAL さん ANA さんの両方のね料金を見ながらあとスケジュールだったり日程の方でですねどっちがねお得にね海外旅行に行けるのかっていうのをちょっとね見比べながら決定していきたいなというふうに思います。 まあいずれにしてもですね、こういったね、セールを ANA さん、JAL さん、通従してですね、競争し合って、少しでも安い料金を出していただけるのは消費者としては非常に嬉しいなというふうに思います。ということでですね、今回の動画につきましては、こちらの ANA さん、JAL さんのですね、タイムセールの発表がありましたので、情報として動画を撮らせていただきました。今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方 に私ツイッター、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないよりまたね応援のつもりでも構いませんのでぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいてですね次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。